チャーボくんゲームでございます。ウイラプリ2021動画やっていこうね。今回はマンチェスターシティ新10番ジャック・グリリッシュ名手やっていきたいと思います。独特なドリブルテンポ、お相手を引きつけてのアシスト、キープ力、ありとあらゆるプレーで魅了してくれる、それがグリリッシュ。個人的にはグリリッシュの能力ね、もっと高くなってもいいんじゃないかってぐらいね、現実ではやっぱ活躍してるので、ドリブル能力の高さ、ここをねうまく活かしながらパス能力も高い、アシスト狙ってスピード瞬発突破ですね、しっかりできてキック力、さらにボディーゴンスタミナと、まあ、揃っていますね。やっぱダブルタッチの確定、スキルの豊富さ、プレイスタイルはチャンスメーカーということで、まあ、ドリブルパスで相手翻弄しつつチャンスがあればね自らもシュートを狙っている形で作っていきたいと思います。それでは早速グリリッシュいきましょう。マンチェスターシティ新たな10番グリリッシュ行こうぜ。ジャック・グリリッシュ調子は不調ですが、これはね周りが助けてくれるねまあちょっとパスもうまいんで、ドリブルパス挟みつつのアシストを狙ってチャンスメーカーなんで、より受けてそこからの前線でロナウド・ラッシュは生かしていきたいと思います。さあお相手のメンバーが5バックだね。よいしょ。ナイスダブルタッチ、うわー不調で不調でこのキレよ。ナイスダブルタッチ、ま、本当になんていうのかな、なんかこうプレーとかかっこいいんですよね、あの感じ、あの感じがめっちゃかっこいい。うわーリグロス、うっそロールマス、いいちょ待って、アーノルドのパスうますぎ、それに合わせるロナウドもすごいんですけど、いやすごいな今のは、ちょっと素晴らしいもん見せてもらったね。いいよ、ナイス、ここキープだね一回で、これあー今デイビスに惜しいな、デイビスが見えたんですけどね、めっちゃいい動きしてたな、いいね、いいよ、ナイス、ここはね非常にいい流れで運べてる、これいや内棒だけどな、今のめっちゃ内棒なんですけどね、うんま、完璧だ、キーパー出そう、キーパー頼む、いやー今のはパスうまい、いやー今のねグリリッシュも良かったんですけどね、ヒル、いやーラッシュオードこれは決めましょう、オッケー、これロナウドとのコンビだね、うまい、いやーうめえ、そこで切り返してグリリッシュ、あーこれ同点ゴール決まってたら惜しかった、まあ不調だからねそこはちょっと難しかったかもしれないね、しかしねあのエリアにしっかり流れ込んできてくれる、それだけでもう十分さ、さあこれはちょっと時間がそんなにないですが、はい、いえで、いや最高、あー惜しいな、負けたか、いやーグリリッシュで見せたね、負けましたけど1試合目からナイス活躍だ、お相手うまかったね、ただねグリリッシュここで見せてくださいね、ドリブル受けてからのダブルタッチはやっぱキレがいいですね、そこからのこれねシュート結構難しいと思うんだけど、グリリッシュパワー、マンチェスターシティの新10番ね見せてくれたね、これですよこのキレが気持ちいい、ミドル最高のデビューゴール、まあ、負けちゃいはしたんですけどね、グリリッシュの良さがねたくさん見れた、まだまだいこう、グリーリッシュのソックスの上げ具合も最高でございます。オッケー、調子不調。あのね、ちょっとしか上げない感じね。あれも好きなんですよね。ということで、このメンバーでいきましょう。さあ、お相手、やっぱ5バック人気だね、オンシャス。グリーリッシュのメイン手をずっとやりたかったもんね。わー、デイビスが出てくるよ、ここで。カマビンゴ。ちょっとやばい。いやちょっと待って、今のはまあ仕方ないですね、もうああいうのは仕方ないと、しかしこっからだよ、でこれでロナウドがねスペースを空けてくれてるんですよね、これいややばくないこのパス、
これ、やばくないこのパス。もう今のなんかもうすごいね、年間ベストパス賞ぐらいあるよあれ。オッケー、ここでグリーリッシュからこのパス展開、そしてデイビスはどうしちゃったなんかだ、おーもう、え、なんか動かない、ちょっと待って、動かない、いやーマジかー、やられたー、いやーちょっと待って、これはやばい、後ろでやられるパターンかなこれやばい、取れない、あー後ろで、あー2試合連続負け、いやー連続でね負けちゃいはしたんですけど、ただグエーショこのパスがもうちょっと絶妙すぎてね、しびれたねこれ。ドリブルを混ぜつつやったー、でもなんか不調の方がいいかもしれない逆にどういう理論かわからないけど、自分でもお相手5バックのところを打ち崩したいですね。はいはいはい、いやーいやーよかった、今のめっちゃ良かったですね、入りはしなかったんですけど、かわす部分とかね、絶妙なあのかわしだよね、オッケー、いやループを決めたかった、惜しい、ほんと惜しい、さあこれは何でもできる、どう、いやナイバーナイッシャー、これは何でもできる、どう、いやナイバーナイッシャー、今のはね時間作ってね、ナイボーでしたね、まあ、結構あれは何でもできる状態なんで、そうだね今の良かった、あーちょっとスタミナなくなってきてるかもね、カマビンがいいね、いやーということで勝利、いやー言ってんだけど、もう言ってもまたのグリリッシュがね、でここ見てください、これでこのパスをねやっぱ出せるっていうのがね、アシスト力の高さ、いやー勝利だよね、お次ラストいきましょう、ラスト試合決めてくれー、ゴラストへ行きたいね、今回ミドルとかもお得意の形を作っていきたい、ナイボー、オッケーシェー、ここは抜き出していきます、お相手の視野からね消えるようなポジショニングから抜け出したね、いいよいしょ、これがあーボスオッケー、ということでクリア、お相手の守備も固くですね、まあ、どの試合も固かったね、なかなか崩せない中、グリッシュ少ないチャンスの中でも味方を使う力、この突破力、そこでね違いを見せてくれた、今回はグリーリッシュメイン仕様でした、またいろんな人使って試合の方やっていくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください、今後のね能力また上がってくると思うので、そこも楽しみだね、ブブ、ご視聴いただきありがとうございました、もしよければチャンネル登録高評価コメントの方もよろしくお願いします、では皆さんまた会いましょう、スクープレーポー。